です。ありがとうございます。総理、広報誌もかな。あ、広報誌。これはね。あ、市長も一緒。はい。はい、みんな持ちましょう。はい、はい、はい、これですか。はい、それでは真ん中の方からお願いします。こちらご覧になっていただいて、はい、はい、お取りしていきます。北本氏よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。すみません、はい、どうぞ。ありがとうございます。そうですよ。こんな機会を設けていただきました。それをまず残していただいて、ありがとうございます。ね、それは本当。ぜひその3人が主役ですので。はいはい。候補担当です。それでこれが実物ですね。はい、はいはい、そしてご紹介いただいて。はい。ちょっとじゃあせっかくですから名前を、はい、すみません、私北本市役所の、はい、市長公室に所属しております秋葉と申します。はい、5年目あ、そうです、はい、6年目、はい、6年か、はい、失礼になります。今回のこの特集、ここが私のいるところというテーマでして、はいはいはい、家庭第一の居場所、職場や学校を第二の居場所とすると、地域に第三の居場所を生み出した市民の方々のお姿というのを特集したものになります。居場所ですね、はいはい、いるところ、はい、まあ、活動自体は小規模な活動ではあるんですけれども、まあ、そういった地域で皆さんに喜んでいただける活動をしている方々を実際に現場に行ってお話をさせていただき、光を当てられるのは我々地域の広報かなと思いまして、こういった市民の方がたくさん登場する機会を、はい、仕掛けさせていただきました。登場されてますよね、市民の皆さん。これで1718市町村の、うん、それと47都道府県の中で選ばれるんですね。はいはい。それで10点特選が選ばれた中から、うん、内閣総理大臣賞を選ばれるということなんで、はいはい、大変、はい、ありがとうございました。1964年で60回目のコンクリートで、コンクリートで私どもは59、60と2年連続で取らせていただきました。まあ、なかなか それだけの数の中で選ばれるわけですから、その大事な県で一番にならないと、うん、その予選にもう出られないんですね。なるほど、なるほど、そんな感じです。もう、はい、ね、2年連続ですから、本当にどうも。それはもう高く評価されてるんでしょう。皆さんよかったらなんかせっかくですから、ね、アピールしたいことあります。はい、同じく広報担当しております、サモリと申します。はい、今回は私は特集面以外のページを担当しておるんですけれども、2人で作っていくにあたって作っていくにあたってということで、行政情報を伝える広報誌ではあるんですけれども、うん、やっぱりそういう町の方に愛してもらう情報誌という側面もやっぱり持つものであると思うので、うん、こういった形で特集をしたことが評価を受けたというのは大変嬉しいと思っております。うん、はいはい、せっかくやから、広報担当の木村と申します。私実はですね、今年の春から広報担当になりまして、昨年はそちら の写真に載っておりますマーケットの表紙にもなっているマーケットの運営をする立場でこちらに関わったんですけれども、今回のように外から評価いただきまして、うん、こう市内の方も市外の方もこう北本市の魅力をさらに知っていただけるようになったと思いますし、うん、何よりこの映ってらっしゃる市民の方が広報担当にこう心を開いてくれてじゃないですけれども、本当に明るいお顔で映っているのが印象的でして、ね、今後もこのような市民の方に愛される北本市の広報を作っていけるように邁進したいと思っております。素晴らしい、ね、ありがとうございます。総理大臣、この前に昨年撮った2人がいるんですよ。昨年撮った、はい、はい、それはね、もう独立しちゃった。独立市役所辞めて、はいはい、自分で
全国今飛び回って指導したり、はい、それから会社作って、うん、その自分でも、うん、男性と女性、うん、各30代かな、うん、2人ともね、うん、あそうですね、だから来年いるかどうか分かんないあの大学の先生になる人もいるんですね、結構そういう人が多いんですよ。だからそういう、まあ、うん、道もあるのかなと、うん、ね、いやいやいや、それぞれあのあれだ、北本市でこう働いた経験をもとに、ね、まあ、こう飛躍されるというのはそれは素晴らしいし、まあぜひ、ね、いろんな未来をそれぞれ切り開いていただければ、ね、市長さんとも、はい、市長見よりですよね。ありがとうございます、はい、まあ、うちの方の市役所の1階ロビーにそういうコーナーちょっと設けたいんで、こういう写真も合わせて展示させていただきたいなというふうに思ってます。ああ、ですか。ね、まあ、もちろん、まあ、広報誌だから自治体のこの広報誌、これやっぱり地域の皆さんにとってもやっぱり最も身近で、そして信頼されるメディアの一つということなんでしょうから、まあ、その広報誌がより市民の皆さんに親しまれるということは、やっぱその大変大きな意味があると思いますし、そういったことで、2年連続内閣大臣、内閣総理大臣賞を得られた、これは本当にこれは大きな意味があると思いますし、市役所の皆さんのご努力の賜物だと、本当にところから敬意を表し申し上げます。最後にお願いがあるんですが、これをうちの職員に渡してもらいたい。渡すところは、はいはい、あの、読んでいただいて。ああ、そうそう。それじゃあ、そうしましょうか。代表で。あ、すみません、ポケットに携帯入ってるから、もしかすると結構大きいですね。これでいい？いいですか？はい、はい、はい、症状、埼玉県北本市の、岸は公益社団法人日本広報協会主催の、令和5年、全国広報コンクールにおいて日頃の計算努力の結果最も優秀と認められました。よって、ここにこれを称します。令和5年6月23日内閣総理大臣岸田文雄。あ、はい、はい、おめでとうございます。これもお願いします。はい、はい、次の人に、はい、社員ですか、社員一緒に、はい、はい、それじゃ、はい、それじゃどうもおめでとうございました。ありがとうございました。じゃあ、報道の皆さんの方で退出をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。